アポロニア・コテロはアメリカの女優、歌手、元モデル、マネージャーである。プリンスの1984年の映画、パープル・レインの共演者として、また、ガールグループオポロニア6のリードシンガーだったことで知られる。コテロはメキシコからの移民の両親のもと、6人兄弟の長女としてカリフォルニア州サントモニカに生まれた。彼女の父親のビクターはレストランのマネージャーで、 母親のソコロは高齢者の介護をしていた。コテロは常に外交的な子供で16歳で高校を中退してモデルになった。コテロは女優、歌手、モデルとして働いていた。ミッサン・ペドロに選ばれ1980年代初頭にロサンゼルス・ラムズでチアリーダーとなった後、コテロはシロバイア・ロージョンパンチ・テールズ・オブ・ザ・ゴールド・モンキー。 ファンタジーアイランド、マット・ヒューストン、ナイトライダーのような映画やテレビシリーズで演技を始めた。1982年3月と9月に、レイ・パーカー・ジュニアのザ・ザー・ウーマンとエディー・マネーのシャキンのミュージックビデオに出演した。1984年5月、ABC テレビ映画、ザ・ミスティック・ウォーリアーにネイティブ・アメリカンの女性、ウィカピとして出演した。 当時のバニティ6のリーダーだったデニース・バニティ・マシューズは、プリンスの1984年の映画、パープル・レイン制作前にグループを脱退したので、コテロが映画のヒロインになった。バニティ6は映画のために、オポロニア6と改名されたが、サポートシンガーのブレンダ・ベネットとプリンスの当時のガールフレンドであるスーザン・モーン氏へはメンバーとして続投した。オポロニア6は、 ヒットシングル、セックスシューターの宣伝のため、世界ツアーに乗り出した。コテロはもともと、1984年のアルバム、オポロニア6のための楽曲、マニックマンデーを録音していた。プリンスによって作詞、作曲された、この曲は、後にバングルズの世界的なヒットシングルとなった。プリンスの歌、テイクメィズユーは、コテロのボーカルをフィーチャーし、 アメリカのビルボードトップ40チャートで25位に達した。1985年、コテロはプリンスのグループを脱退し、CBS ゴールデン枠のメロドラマ、ファルコンクレストに出演。ロレンツォ・ラマス演じるキャラクターのガールフレンド、アポロニア役を10週連続で演じた。彼女はジョン・リンドによって書かれた、レッド・ライト・ロメオを含むいくつかのソロ曲を歌った。百八十八年、 ワーナー・ブローズ・レコーズは最初のソロアルバム、オポロニアをリリースした。アルバムからは、シンス、アイフェル・フォーユー、ザ・セーム・ドリーム、ミスマッチの3曲がシングルカットされた。彼女は、ミニストリー・オブ・ベンジェンス、バック・ツー・バック、ブラック・マジック・ウーマン、そして2つのイタリア映画、ラ・ドンナ・ディ・ナ・セラ、カタ・ブ・ロガーツェなどの映画に出演を続けた。彼女は、スライダーズや、アー、 アメリカなどの番組でテレビ業界に戻り、またジャズチャンネルのラテンビートプログラムの司会者にもなった。この期間中、ゴーホーイットというタイトルの運動ビデオも公開された。コテロは E のセレブリティホームズザテストレンデセービューにも出演し、MTV クリーブスでは友人のカルメインエレクトラと共演した。2005年、コテロはマルチメディアエンターテイメント会社、 コテロエンターテイメントを設立した。この会社は子供向けのテレビアニメシリーズと長編映画を制作するために多くのプロデューサーを募集した。また、同社はテレビや映画のスター、サシャアンドレスや若きポップシンガーニッキー・バーエラスなどの若いタレントのマネージメントも始めた。2009年、コテロはスピン氏によるパープルレイ25周年記念アルバム、 パープリッシュレインでザ・トワイライトシンガーズのウェン・ダブス・クライのカバーにボーカルとして参加した。ありがとうございます。